じゃあずぶ濡れで強行とかしたよ。くそ、あんたも川に飛び込めな。なんで、トラ強いぞ絶対。せいか、うわちっちゃかわいい、めちゃくちゃかわいい。どうも皆様こんにちは、和也と申します。ではムリハザ4続きをやっていきましょうか。 UBCS さあ、のび太たち編から変わるのかな。ん、食われてる音みたいなのしたけど、リシングスキー、まずい、どうしたらこんなものが作れるんだ。原材料のまま食った方が明らかにうまいだろこれ。本当だね、このシチューの缶詰なんて鉄の味しかしないよ。わかるわー、缶詰とかさ、古いやつ食べるとさ、めっちゃ鉄の味するよね。信じがたいよな、食べ物への冒涜だ。大方あれだろ、会社の販売する防災食品の期限切れのやつをレーションとして再利用してるんだろう。おう、見てみなよこのチョコバー、溶けてべちゃべちゃだ。期限切れか、なるほど。粉末ココアが異臭を放ってるのもそのせいだな。粉末ココアが異臭を放ってるって相当古いやつだよね。それはさすがに違う気が。うん、この人たち何してたんだっけ。ヘリで逃げたんじゃなかったっけ。とにかく会社やタイの支給する食品はドッグフード以下だと今回も認識させられたな。まったくだね、劣悪な環境なんだね。意外とアンブレラだよね確かこの人たちの雇い主って。さーて、食うもん食ったら行くか。なんせまだまだ森は深そうだからな。だね、ほらセイカ、早く食っちまえな。なんで森にいるの脱出してたよねヘリで。え、燃えてる。中国どこかの森の中、3人しかいない。こういう戦場において食事がいかに大事かっていうのをなんで理解しないのかね、会社の連中は。まあそれは現場仕事じゃないからね、多分こうデスクとかでこうただ指示してるだけだろうからね、そういう人たちって。簡単さ、誰も戦場に行ってないからわからないのさ。お偉いさんっていうのはそういうものなんさね。だな、うん、一度撃たれればいいんだよ連中そうだね、防弾チョッキ着てね、あの防弾チョッキ着てても撃たれたらめっちゃ痛いって言うからね。なあセイカ、セイカ全然喋んないじゃんどうしてそんなに元気だって会話してるな。オッケーオッケー、ここで現状をまとめ直そうか。うん、飛び立ったが燃料切れで不時着しようとしたら木にぶつかって機体は後ろで炎上。じゃあ他のタイの俺が頑張って助けたあいつは死んじゃったのかな。パイロットはおこげでなんという USS 隊員は振り落とされて森の中に消えちまった。うわ、やっぱり死んじゃったのか。どうしようもない状態だからこうやって腹ごしらえをしてるというわけだ。わかったか。世の中なんてうまくいかないことの方が多いもんさ。せいか、リーサちゃん結構あれだね、強いね。大事なのはうまくいってない時にいかに冷静に振る舞えるかさ。その通り、まずはエスターたちの連絡待ちだ。うん、3人、他の人たちはなんか探索に行ってんのかな。何か入ってきてるようだが電波状況が悪いようだな。リシ、そっちはどうだ。ダメだね、そもそも受信しないよ。セイカのは壊れちまったのか。セイカ全然喋んないじゃん喋ってもいいんだよ。よし、開けたところを探そう。出発だ。うん、ゾンビは心配ないが野犬や狼、ここだと、トラも警戒しないといけないな。トラ出てくんの。面倒ばっかり増えるわね。そうだね。うわー、跡形もねえぜ。じゃあどこ行けばいいんだろう。下かな。うん、あ、セーブーしとくー。喋りかけられないね。待て待て、せいか、前をよく見ろ。わ、ワンちゃんで食べてるよ。美味しいですか、ドッグフード。それこんなところにも。うん、現場から離れすぎている。あれは多分普通の野犬だ。普通の野犬？じゃゾンビ犬ではないのか。血まみれなのはそこの餌のせいだろう。あんまり友好的には見えないね。そうだね。うん、 BOW 化した野生生物とごく普通のやつとの違いの一つとして、ん、まあ音には敏感なのは一緒だな。だが、あ、逃げるのか。そうかそうか、脅かすと逃げてくれる場合が多いってことか。ウイルスで頭がやられていると大概の元野生動物は闇雲に突っかかってくるからな。なるほどね。で、今のは普通の野犬が答えなのかい。多分だな。でもゾンビ化してる
死体とかを食べちゃったら、それでまた感染するんだよね。確かカラスとかが人間を食べて、カラスもゾンビ化してるみたいな状態らしいから。危害を加えてこない以上敵ではない。必要以上の接触は避けるよ。そうだね。話のわかる犬で助かったぜ。うん。うちの国じゃ死体を漁る犬なんてたくさんいたんだけどね。そうなの？そんな劣悪なとこにいたのか。これはなんだ？カラスかなんかかな。せいか、左手から水の音がする。先にそっち行ってみよう。わかりました。こっちですね。水の音。ずっとあれだね。先回りしてくれるね。この辺には工場や民家もなさそうだし、水を補充しておいた方が良さそうね。そうだね。川の水とか飲む人いるけどさ、俺微生物とか怖くて絶対飲めないんだけど。川に向かう広場みたいなのが見えるな。しかし、川を渡るのは時間がかかりそうだ。せいか、さっきの道を左に行って、川を迂回できる道がないか探してきてくれ。俺とリシューで安易的だが橋を作れるかどうか試してみる。俺のヘッドセット持っていけ。何かあったら、リシューのやつに。リシュー。お前の受信できないんだっけ？うん。近い電波なら拾えそうだね。そんなに遠くへ行かなければ大丈夫だろう。だとさ、あまり遠くへ行くなよ。え？それは遠く行けってことですか？とりあえず、迂回するルートを探せばいいんだよね。オッケー。俺もここで橋作る係になりたいな。危険じゃん、行くの。最悪水の中に行けばさ、いいわけじゃん。一応セーブしとこう。なんかね、バイオハザードが起きたら、とりあえず海に逃げれば助かるんじゃねって思ったりするよ。あ。ワンタン。あ、どっちたん？どっちたん、ワンタン。あ、どっちたの？おんおん、遊ぶか？俺と遊ぶか？お、ワンタン、おん。何も反応しない。これ、脅かせってことかな。あ。お、銃構えただけで逃げた。すごいな、危機察知能力があいつ。きっと生き残れるよ、君は。食料さえあれば。銃構えると逃げるね。とりあえず、迂回ルートを探すしかないってことだけど、こっちは行けそうにはないね。ああ、野犬とかってそんないるもんか。なんか、野良猫とか見たことあるけど、野良犬ってあんまり見たことないよね。なんか、人生で生きてきて、2、3回しかないな。あ、セガ、対岸に虎がいる。どうやらこの辺の奴らの住処のようだ。虎が出てくるのか。すぐいなくなったけど、妙に体格のいい奴が一匹そっちの方向に向かったよ。出くわしても変に刺激するのは避けない。わかった。銃は出さない。僕は動物愛護の観点からそんなことはしない。まあ、さっき銃向けたけどね。動けない。どうしたせいか。橋が見つかったか。もっと早く行ってくれよ。結局私たちズブ濡れで強行ちょっと待っててよ。なんで言ったの？結局私たちはズブ濡れで強行とかしたよ。くそ、あんたも川に飛び込みな。なんで？トラトラ強いぞ絶対。せいか。うわ、ちっちゃ可愛い。めちゃくちゃ可愛い。橋落とせ橋。せいか、落としなせいか。いやー早いよー。あ、わあ、かわいくね。あいつめっちゃかわいくね。うわあ、出てきた。どっから出てきてお前。セーブしたいな。死んじゃうよ。あ、いないな。どこに行ったんだろう。ちょっと俺たちのこと、俺のこと待ってくれてもよかったじゃん。てかなんで強行で渡るならさ、そんなさ、無理やり渡るならさ、俺呼んでくれればよかったのにね。あの虎なんとかしないと危なくて動けないね。そうだね。セーブしよう、セーブ。結構セーブ場所多くて助かるわ。大丈夫か、セイカ。お前もズブレになった方がよかったな。そうだよ。でかい虎に襲われた？俺たちもだ。ただそんなに大きく。なんで喋らないの？なんか今回から喋らないキャラになったの？この辺は連中の住処だったようだね。うん。奴ら動物にして奥には惜しいぐらい連携を取ってきてやがる。あんたが遭遇した奴が多分連中のトップだ。そいつをやっちまえば、幾分か、おとなしくなるかもしれない。マジか。俺はこの倒木を爆破し、LZ への道を確保する。リシューとセイカでボスを潰してくれ。へへへへ。マジか。私は USVD。弾丸はこのマガジンで、最後よ。なんでこんな感じなの？ SVD って確かスナイパーライフルだったっけ？くそ。じゃあ、拳銃と回復薬。
残ってるものを全部セイカに渡せ。LZ 確保後に通信を頼む。はいさ。セイカ、あんたの無線機と交換してくれ。うん。救急スプレーハンドガンの弾を受け取った。やったやった。でもね、なんかね、次のチャプターになった時にこの銃の弾とかもリセットされるっぽくて、だからね、どんどん使っていいんじゃないかなって思うんだよね。だから、俺は AK を使うぞ。ウイルス未感染ってことは、驚異的な体力回復能力とかはないはずだよ。逃げられたり仕切り直してもダメージは蓄積していくはずさ。焦らず行くしかないね。蓄積していくんだね。了解。とりあえず、トラ倒せってことね。君たち何もしないけど、俺が頑張れってことね。あー、そうですか。わかりました。結局ね、こういうのは部下の仕事なんだから。上司がやってくんないんだから。ふん。来いよ。かかって来いよ。かわいいトラちゃんよ。俺がかわいがってやるぜ。かわいいね。あ、逃げた。あ、撃つと逃げるけど、とりあえず追いかけまーしてそんな、ここならどうだ。ここなら左右で。な、来ないぞ。来いよ。かかって来いよ。どうした？お前の力はそんなものか。どこ行った？いたー！くそ。一発撃ったら逃げられるな。来た。あー、くそ、銃構えるとあいつどっか行っちゃうから、直前まで銃は構えずに行かなきゃいけない。来い！あ、くそ、飛び越えられた。ここで蹴りをつけてやるぜ。あはは。ねえ、助けてくれるんじゃなかったの？スナイパーライフルで。ねえ、ここじゃダメってことかな？この直線に行かないとダメとかかな？出てきた！助けて！リーザちゃん！リーザちゃん助けて、リーザちゃん！リーザちゃん！にゃにゃ！出てこいよ。いつ出てくるかわかんないし、弾あんま当たんね。これを蓄積して倒すってことだよね。オーケー。かかってこいよ。虎なんか怖くねえんだよ。てか一発食らっただけ多分死ぬと思うけどね。本当なら。超人的だね。虎に何回噛まれても大丈夫って。でもこの虎がさ、ゾンビ化？BOW 化したらめっちゃ強いんじゃないかな。来いよ。かわいい猫ちゃんよ。俺は猫よりも犬派なんだ。お前なんて猫も好きだけど。あのね、犬はね、飼いたいけど、猫は友達の家で撫でるのが一番いいんだ。それが一番いい方法なんだ。来いよ。出てきて。硬いな、お前。意外と。結構俺撃ってるぜ。特殊能力とかあったっけ？あ、ないのか、セイガー。待てよ、これ。あ、でもマシンガンの方が強いのか。オッケー。おい、いつまでお前に手間取らされるのか、なんだ、せい。もうちょいちょいちょい、どうする、ここ早送りだな。ここ早送りだな。いや、クソ当たってんのか、これ。クソ、伸びたみたいにな。ピンポイントショットみたいな使えれば強いのにな。かかってこいよ、猫ちゃんよ。猫ちゃん体力結構やばいかな。出血してる、出血剤。よし、いいぞ、どっからでもかかってこい。待って、こっちで出てこないの？こっちだったら助けてくれるんじゃないの？曲が。終わった！助けて！リザイちゃん！リザイちゃん！ねえ、援護してくれるんじゃないの？そういうことではない。くそ！結局部下の俺一人で頑張らなきゃいけないんじゃないか。これ当たってんの？食らってる？蓄積していくって言ってたけど。てか、虎どこ行ってんねん。さすがにこんだけ撃たれてるんだから逃げろよ。まあ、縄張りっぽいから、倒そうとしてくれてるんだろうけど。あ、くそ。頭いいな。銃構えた瞬間逃げるって。おー、いいぜ。よっしゃー。最後なんかハマったね。やったな、セイカ。お前この森の王者になるぞ。トラたちのリーダーにでもなってみるかい？私は遠慮しとくよ。でも強そうだけどね。しかし、恐ろしくも、惜しい相手だったな。俺の予想ではこいつ、タイラント並みの戦闘力があったような気がするぞ。いや、多分タイラントより強いんじゃない？逃げ回れるから。猛獣の長となると、これだけ強くならないとやっていけないのかもね。そうだね。なんだかかわいそうな気もしてきたよ。そうだな。俺たちがこんなところに落ちなければ、こいつも死なずに済んだな。
確かに、まあ、弱肉強食ってやつだね。人間がいなければ絶滅しなかった動物たちもいっぱいいたから、楽にしてやりなせいか。仕留めたやつの権利と義務さ。食べよ。無駄にしないように食べてあげよ。ボスは倒した。これであの広場を確保できるだろう。行くぞ。埋葬しよう。あ、いなくなってる。食ったのかな。じゃあ行こう。先に行かなくていいじゃん。俺せっかく頑張って倒したんだから待ってくれてもいいじゃん。ひどいよあの上司たち。お待たせ。心配したぞ、リシ。みんな無事なのか。お、生存者3名、パイロット USS は死んだよ。またいつもの面々だけだ。うん。USS の連中が聞いたらがっかりするな。開けた場所が見えるが、そこに。とりあえず上を通過してみてくれ。通ったら合図するよ。了解。おい、そこの上を飛んでくれ。あ？あああれだね、この人たちが乗ってるヘリだけ落ちたんだね、多分。で、他の仲間が乗ってたヘリは大丈夫だったんだ。今一機真上を飛んだね。早いところピックアップしてくれ。ピックアップ。わかった、待ってろよ。エスタに確認しておいてくれ。ヤノフが俺のビール勝手に飲んでいないか。ビール、ビール。まあ、ビールみんな好きだもんね。大人は。だってさ。俺ビール飲めないけどね。残念ながらビールは後だ。すぐに日本に飛んでくれと命令だよ。これのび太たちと会うじゃん。は？迷子の USS、探索任務だ。あー、あの人か。名前忘れちゃった。名前が出てこない。どうしよう。リーチャちゃんだっけ？なんだっけ？名前忘れちゃった。すすきのへ行かないといけなくなった。なんでも、新型 BOW の調査中に音信不通になったんだと。USS は忙しくて手を離せんから、俺らに。なるほどね。あの子だね。あの可愛いピンク髪の子だね。ビールはどうだった？無事なのか？今日飲めないとなると、俺は暴れるぞ。帰ったら浴びるほど飲んでいいとさ。いいね。二人とも今日は俺のおごりだ。気絶するまで飲んでやるぞ。どうした？あー、せいか。後で体調取り押さえるの手伝ってくれるかい？いいぜ、いいぜ。いいな、なんか。お前らの仲好きだ。でも、のび太たちの敵なんだろ、お前。あー、複雑だね。うん、のび太たち編来たね。そう、サーシャちゃんだ。逃げられはしない。あがいてみるのね。うせえ！早く逃げよう、ここから。逃げるって言ってもどこへ。この人の言っていることが真実だと、僕たちはアンブレラという会社の全ての人間を完全に敵に回したことになる。そうだね、指名手配されてるんだもんね。アンブレラは世界中に存在している。逃げ場なんて。とにかく一度僕たちの隠れ家に戻ろう。いつまでもここにいるのは危険だよ。そうだね、こいつの仲間が来るかもしれない。早く離れた方がいいよ。でも大丈夫なのかしら。途中で彼女の仲間と遭遇したら。それだけじゃないわ。もうすぐ日が暮れる。暗くなったら危険よ。でも一晩過ごす時間なんてないかもしれないよ。すぐにでも駆けつけてきそうな気がする。どこかいい逃げ道はないのか。うん、見つかったら完璧アウトだよな。一つ思い出したけど、乗ってみるかい？え？何？思い出した？何ここ？下水道？下水道に来たのか。てか下水道って本当にこんな感じなのかな。暗い。何も見えないよ。懐中電灯を調達して正解だったね。電気も止まっているから明かりがないんだ。それにしても、ああ、暗すぎる。ふん、今の声は？あ、あいつだよ。ハンターだ。こんなところにまで。みんな気をつけて。どこから襲ってくるかわからないよ。よし、俺が様子を見てくる。スネをついてこい。なんで僕まで。なんかどっかで見た光景だな。黙ってろ。黙ってるとのび太が勝手に行くからな。いつもいつものび太にやらせるかよ。ジャイアンいいやつだな。え、行くぞスネを、ついてこい。
待ってよジャイアン、一人じゃ危ないよ。ジャイアン危険だよ、二人とも。のび太くん、うん、分かってるよお前が動けよ。のび太くんじゃねえんだよいつものび太じゃねえか。のび太くん、あの女の人が取り上げた銃だけど持ってって。ありがとう、セイナさん。行ってくるよ。ん？真っ暗ね。なんだか光が闇に吸収されているみたい。町の外まで下水は続いているはず。問題はそこまで行けるかだね。そうだね。怪物が冷え込んでいるのは考えてなかったけど、こうなると人間いる可能性は薄くなったね。そうだね。とりあえずあいつらを探せばいいんだね。結局じゃん、結局のび太の一人行動じゃん。みんなで行こうよはい、ということで今回はいい感じなので、ここら辺で終わりたいと思います。いやーマジでさ、あの気の良さそうな連中と戦うの嫌で仕方ないんだけど。でもあの隊長なら、でもあの隊長最終的になんかアンブレラを裏切って助けてくれそうな気もしなくもないよね。